皆さんにお天気特派員になっていただいて、はい、そして情報をいただいてそれを集約して私がです、ね、皆さんに情報を発信するという、えー、ソラネットでございます福島って広いからこの福島市にいては分からないですね、うん、いろんな季節の便りあるでしょうきょうはそれもですね紹介していきたいと思いますすごい珍しい画像届きました、はい、なんか嬉しくなるこれ超珍しいですよ 四つ葉でハート型のクローバー見つけましたよく見つかりましたねすごいこれ見つけたら幸せになれるんですかねう<ー> <laughs> どうなんでしょうかそしてこれが熟すと梅雨になりますまだ熟しきってはいませんねまだねもっと大きくなります高田梅でございますけども、うん、やっぱり6月に入るとですね梅雨の時期ちょうど熟すのかなあの梅雨の走りはおそらく5月の終わりあたりに出てくるかもしれません 楽天イーグルス、今度5月の終わりに試合ありますけども、ね、はい、福島であの楽天ってクリムゾンレッドっていうんですよ、はい、そのクリムゾンがこれです、へ<ー>クリムゾンクローバー畑、へーね、これも、まあ、あの色が華やかですよね、うんそして緑、今度は緑の滝桜、お<ー>なんかうっそうとしてます、すごいそして綺麗なのがね、これ、東総合運動公園の雨上がりの新緑なんですが。うん こちらも広いできれいですね。これ桜の名所ですが、山本不動尊。ご覧のように、あの緑のトンネルができてます。あのこれだけ緑があると、緑からね。あの人を癒してくれる物質。ヒ、はい、ト人んちっとていうのが出てくるんですよ。出るんですか。だから、この下歩くとですね。ものすごい癒されると思います。歩こ <laughs> ぜひ歩いてください。雨上がりの時なんかにはいいかな。金曜日あたり歩くといいかもしれません。さあ、そして緑といえば、こちらもきれいです。 矢野原出現っていうのが昭和村にあるんです、はい、ここすごい湿原で何かといいますとなんと350種類の植物がですね群生してる植物が。えー、で8万年の歴史があって、えー、日本で2番目に古い湿原なんだって。 すごいですね。歴史あるんだ。そういうのが昭和村にありました。<laughs> うん、で、気質ました。気になってたんですけど、カエルですかこれ？カエルなんです。<laughs> で、実は福島県にはカエルの鳴き声に関する天気のことわざがあります。はい、こちらでございます。夜カエルが鳴くと霜は降りない、えー。カエルにはお見通しなんですか？やっぱりカエルって変温動物だから、はい、あの冷えるとどうしてもあの元気がなくなっちゃう,<ー>とうことで、はい、えそういうことを言うんですが、今夜は。 霜は降りないと思いますけれどもカエルは元気なくなっちゃいます。えなんでですか。ちょっとあの冷えるから。あ冷えちゃうな。はい。なので霜は降りないと思いますけど今夜あの少し冷えますので暖かくして皆さんお休みください。さあ今も絶景でしたけれども、はい、もっとなよりですね。<り>皆さんがうわってなるですね絶景を紹介したいと思います。<laughs> はい。バズりました。バズった。ベコさんです。はい。田んぼしかない我が町ですけれどこの時期になると。 絶景が現れます。<ー>これね、やっぱり土地の区画整理があの進んでて、あの本当に綺麗ななんて言います整備された田んぼなんですが、<ー>そこにあの夕日が生えているわけですよね。<ー>水鏡、鷹がが出てきてます。はい、ちなみにこのですね画像、ベコさんの画像なんですが、X での反応いいねどれぐらいあると思います。え、いいね五千ぐらい？四万八千。えー、<laughs> すごいですね。 4150リポストということで全国でバズ,バズりましたでこのべこさんがですねおととしこんな映像も撮っておりますすごい綺麗 <laughs> これ真ん中走ってんの只見線ですだもうなんかえっ、ー、って感じですよね氷の上みたいあいい表現した、うん、そのほかにですねこんな SNS の表現があったんですうゆにえんこのよう 神様の水面鏡、はい、未来都市に見えるっていう <laughs> いそういう画像をいただきましたね、うん、で皆さんからもですね今しか見られない高神、はい、これだけ送られてきました、はい、福島市からいきましょうかこれ東山の高神。<は>ね今日やっぱりいい天気だったから、うん、そして今月11日只見線の これあの高紙ですよ映ってますね映ってんの綺麗に、うん、そしてやっぱりね飯豊連邦ってたた高紙映えるんですよねこのほら銀礼のね山がこれ田んぼに映ってるそして私が大好きなのは、はい、このキャノンデールさんが撮影したこれ稲葉城湖ですよ<え>バンダイさんから見た稲葉城湖、はい、稲葉城湖は普通はこの辺りなんだけど、はい、ほら あの水田なんですよ境目が分からな,からなくって <laughs> 天橋湖天の鏡がいつもの猪苗代湖よりも広くなるっていう<ー>この季節しかまさに見られなくなるということなんですよねそしてもう一つ、えー、福島会津盆地でおすすめなのがこの恋人坂からの喜多方の水鏡ですがこの水鏡に水が張られて、はい、そして夕方になるとこんな綺麗な美しい映像が見られます。 恋人坂です,す、ね、そしてこの後なんですが、絶景ですよ、これですうわまさににロマンチックなな気分になりそうですねでこれ、おととし5月18日でしょう、うん、だからまもなくこの景色が見られるということになります、はい、本当に恋人同士でね、<laughs> この景色を見,あの見ながらね、はい、愛を語るというのがいいのかもしれませんね。<laughs> <青春> <laughs> <laughs> ということで、えー、ぜひ皆さん、あの行ってみて、楽しんでみてはいかがでしょうか。でちなみに一般の人が スマホで水鏡を撮るときにうまく撮る方法はさっきのベコさんアドバイスしていただきました,たこちらででございますす、はい、ポイントは逆さスマホレンズを下にして横構図にする、えー、水面ギリギリに構える境界を真ん中にするということなんですよね、えー、だからあのこっちのレンズを下にしてですね<ー>あの水鏡撮ってみてはいかがでしょうか。はい これ大体皆さんやってるんですかね下に詳しい方いっぱいいらっしゃるかもしれないですね。私はあまり疎いのでちょっとよくわからないです。私も知らなかったです。はい。さあこの後なんですけれども、なんといっても明日はコテキパレードが行われます。あ、そう子供が参加します。お天気はどうですか？えー、いうのをいただいておりますけれども、コテキパレードこちらでございます。うんえー、こちらか。ですね。はい。えっ、ー、と明日なんですけれども、ちょっと気になるのがね。 この辺りの雲、うん、この辺りのり雲薄雲なんですがこの一部がちょっと福島県にかかるんじゃないかというふうに見ております、そしてなんといってもあさってなんですがこの辺りのねライン状の雲がちょっと悪さをしそうなんですよ、これ、明日の天気予報を終わった後にですあさっての天気、週末の天気詳しくお伝えしたいと思いますのでチャンネルはそのままでお願いします。そししててパレードの空予報でですすががが、はい、薄雲がかかってしまうんですが 見てくださいこんな穏やかな天気、うん、空予報ですねで気温なんですけどもえー、午前9時が17度正午が24度ということで、うん、暑からず寒からず最高の湖的日和と見る側もちょうどいいですねちょうどいいと思いますね <laughs> で風も弱いですのでこうやって旗が上げたりねするにしてもあの全然支障がないと思いますので、うんえー、生徒の皆さん明日楽しんでください明日の天気です えー、ただし、朝ちょっと放射冷却が効くんですよね、日の湯又などで一部で、ですねごくごく一部で霜が降りるかもしれません、昼は一転して半袖の陽気になります、そして中通りの北部です、明日紫外線は結構強いと思うので、えー、子どもたちも、そしてお父さん、お母さんもおじいちゃん、おばあちゃんも、小、え、滴、ー、見に行かれる方は、しっかりとですね紫外線ケアをしてお願いしますで、実は福島盆地なんですが、これから5月下旬が年間で最も日照時間が長くなる。 つまり最も晴れる時期なんですよね、はい、え福島盆地だけではありません、中通りの中部です、郡山も含めてこれからあの5月下旬にかけてが最も晴れる時期になります、明日はあは快晴ではなくて、ちょっと薄雲が広がる晴天ですけれども、えー、天気の崩れる心配はありませんので、ご安心を、そしてえ中通りの南部です、朝はコートなんです。うん は半袖だからねコーディネートがすごく難しいと思いますね <laughs> 浜通りですだいたい5月の天気というのはこういう感じです、えー、風が弱くて海も穏やかです、えー、うねりも収まりました。波行1.5メートル明日は問題ございませんさあ今週の災害リスクなんですが昨日とほぼ同じですあさって木曜夜大気が不安定になる土日は熱中症に注意ということなんですがあさって悪さをするのがこの天気図のならずもの 寒冷渦なんですよ、はい、偏西風から流れがですね流れを、えー、偏西風から離れちゃって一、うん、人でぐる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 回っちゃうんですよね<ー>で、こういうのが流れ込んでくると東側で雷雲が発生しますで、この雷雲が明後日の夜福島県にかかってきてますので明後日て夜は会津地方中心にですね、えー、雷雨になるかもしれません、はいはい、そしてただね今回寒冷渦すぐ抜けちゃって その後週末なんですけれども、この2枚見ましょうか、週末、晴れて真夏日になります、マラソン熱中症注意って書いてありますね、週間予報見てみましょう、福島シティハーフマラソンが行われますが、福島の予想最高気温32度です、去年もマラソン暑かったんですけれども、今年は去年以上に暑くなるということで、私も走るんですが、皆さん、気をつけましょうね、熱中症はくれぐれも。はこちら 高髪を真っ赤に染める西の空福テレソラネットでした